平成28年9月、小中高の英語担当教員らを集め、英語教育改善推進研修が行われました。小学校、中学校、高校から各50名程度、合わせて150名の先生方にご参加いただいております。大分県でグローバル人材を育てていくためには、やはり小中高12年間を通じた英語教育が大切ということから、今回小学校、中学校、高校それぞれの先生方にお集まりいただきました。活動型の英語の授業となると、英語のレベルが変わるだけで、小学校、中学校、高校、共通点が非常に多くなってくると思います。よく考えてみると、研修では講義と演習が行われます。いずれも実践的で、すぐに授業の役に立つ内容です。活動型授業にするためには、生徒のレベルと教科書のレベルが合っているということが非常に重要ですよね。で、多くの学校ではすごくレベルの高い教科書を使っています。難しいものをやらせれば進学実績が上がるんじゃないかという下心があるんですね。それで英語嫌いの子どもたちがいっぱいできているということです。で、もしもできるのならば、教科書のレベルを一つ下げていただいた方がいいと思います。50分授業をするということはないんですよね。5分10分組み合わせて、モジュールの組み合わせで授業が一つできるという。Okay, you are my students today, and my students have to follow my 5 rules. So repeat after me. Have fun. 全然楽しそうじゃないんですけど。Okay, when you study English, you have to have fun. And if you enjoy what you're doing, you will never forget what you learn. Okay, don't be quiet. Okay, usually teachers say, be quiet, be quiet, be quiet. But I say,Don't be quiet. Okay, because you can never, never master English quietly. And then keep smiling. Keep smiling. Keep smiling. Okay, always smile. And help each other. Okay, this is a school. A school is a community. In a community, we help each other. People who are good at English,You have the responsibility to help the people who are not good at English yet. Okay, we help each other. We are a team. We are one big team. Do it here, not later. Do it here, not later. はい、授業の中でできるだけ終わってしまう。英語を話させるときは、ごめんなさい。立たせるといいですね。はい、で、フェイスイチャラ、向かい合ってください。相手の目を見ながら、はい、15秒ずつ自己紹介してください。はい、じゃあ始め。今日のウォーミングアップテンプレートアクティビティです。これすごい使えるんで、テンプレートいっぱい作ってください。今日のテンプレートは、I like your 何々、自分のパートナーの良いところを褒めてあげてください。I like your hairstyle. I like your glasses.I like your shirts. I like your trousers. 何でもいいです。ね、褒めてあげてください。そしてもう一つ、30秒ボタンになったら、I like the way you なんとか。例えば、I like the way you talk. こういうふうにして、はい、これ、I like キャッチボールって私も言うんですけど、テンプレートを準備してないと話さないですよね、生徒に。はい、30秒話してくださいって話さないですね。こういう話し方、こういう型にはめて話してください。これ、小学生でもやります。I like キャッチボール。喜んでギャーギャーってやりますよ。I like you are 何とか、I like you 何とか。最初の練習を教えとかなくちゃいけないんですよ。喜んでギャーギャーってやりますので、小学校のゲームで使ってください。はい、じゃあ30秒、絶対に止まっちゃダメです。はい、止まっちゃダメですよ。止め続けて。相手をいいところ見つけてあげて。小中連携ということで、1,2,3 下にあるんですね。教師間の気軽なやり取りと密度の濃い連携です。それから英語学習に対する期待の構築、これは小学校の生徒、児童たちですね、小学校の児童たちが中学校に行ったら、あの人から英語を習うんだ、あんなことやるんだっていうような期待の構築、それから実はこれが一番大きいです。3番目です。生徒指導的な要素を含めた交流です。事前に、あ、こういう子が今度中学校に来るんだなっていうふうに分かっているのと分かってないのが全然違います。で、中高の連携としては、お互いの講師の授業参加、
小学校ほど密にはそれほどまあできないかもしれないんですけど、できる範囲で例えば高校の教科書を読むなど、これでも全然違うと思います。中学校を卒業してからの学習内容を把握、それから想定するだけでも違うと思います。ということで、小中高の連携の中で、私が所属している中学校に今度戻りますが、英語学習の入り口と出口をつなぐ役割というふうに私は考えています。さて、それでは先生方が一番お聞きになりたいであろうキャンドゥリストの話をしたいと思います。目指したものはこれです。生徒が使えるキャンドゥリストです。そして生徒が使えるだけではなくて、教師も使えるキャンドゥリスト、すなわち生徒と教師が共有で使えるキャンドゥリスト、これを目指しました。適宜マイナーチェンジを図りながら、生徒教師が共有して使う、そして生徒自身ができるを認識するリスト、すなわちできている自分、昨日より今日の自分はどこができている、何ができているっていうのをメタ認知できるリスト、そしてやってはいけないことはできなかったリストを作っちゃいけないということです。今画面に映しているのは3年間を見通した全体キャンドゥリスト、生徒と教師がより良い使いやすいですね、キャンドゥリスト、それから伸びがもっと実感できるための工夫、それと実際の実力との乖離です。これは、ストロングラーナーですね、上位層の子どもほど自分の力を認めないという傾向があります。あるいはウィークラーナー、下位生徒の子どもほど自分の力を過大評価する傾向があります。考えたのは、何よりも生徒のために、生徒が使って有用なリストになるようにですね、英語力の向上を生徒自身が実感できるリストになるよう、目の前の生徒が達成できるリスト、目の前の生徒に合わせたリストの作成、それから入学してきた生徒が3年後どのような姿で卒業していくのか、エンドプロダクトを想定しながら、マイナーチェンジを適宜図りながら授業のツールとして活用するキャンドゥリスト。はい、では、これからですね、実際にじゃあキャンドゥリストをちょっと作ってみましょうというか、自分の自己のキャンドゥリストをもう一回見直していただいて、そして見直したものをそれぞれ4人の先生方でシェアリングを図っていただきたいなというふうに思います。先生方が今目の前にしている子どもたち全員がクリアできるものになっていますか？全員がクリアできないとダメです。それはできなかったリストを増やしてしまうだけなんですね。そして大事なポイント、もう一つ、とりあえず作ってみる、もう一つ、とりあえず使ってみる、こういう機会めったにないので、ぜひ先生方でご意見を交換していただければなというふうに思います。私たちやってることがどういうふうに中学校高校につながってるかっていうのが情報交換で分かりました。小学校でも、まあ、より一層ですね、外国を楽しく授業したいなというふうに思いました。英語の授業をもうここ変えていきたいなというふうに思うんですけど、どう実際に変えていったらいいか、なんか悩んでたんですけども、とてもヒントやアドバイスをたくさんいただいて、明日からこう取り組んでみようというふうに思いました。